皆さんこんばんは。90年代に大ブレイクした女優として高橋由美子さんを挙げることができます。20世紀最後の正統派アイドルと称され、映画やドラマに引っ張りだこでした。そんな高橋由美子さんが不倫騒動の末スナックでアルバイトをしていると噂されていました。2024年現在でもインスタグラムなどの SNS で元気な姿を見せている高橋さんですが、果たしてその真相はどうなのでしょうか。不倫相手や現在の芸能活動についても徹底追及していきたいと思います。まず高橋由美子さんが現在スナックで働いているという話についてですが、結論から言うと、確かに都内のスナックでサポートという形で働いていたのです。お酒が好きな高橋由美子さんはお酒を飲みながらアルバイトをしているとか、買い出しを行っている姿はすっかりスナックのママだと言えますね。勤務先のスナックがどこか気になるところですが、残念ながら都内のスナックということだけで詳しい住所は分かりませんでした。しかし常連客の証言によれば、旅行先の福岡から直行したそうで、お土産の明太子や数の子を常連客にお裾分けしていたそうです。さらに2019年9月に舞台復帰について、はいそうですよとにこやかに答えたそうです。ネット上では高橋由美子の働くスナックへ行きたいというファンが多くいました。しかし2016年にスナックの買い出しの様子が撮られて報道されると、ファンからは劣化がすごくて悲しいとネットで騒がれてしまいました。高橋さんは現在50歳になるので、単に老化により肉がついただけなのですが、若い頃が超絶美少女だっただけに、ファンは時の流れの残酷さにショックを受けてしまったようです。高橋由美子さんには結婚願望はあるのでしょうか。結婚願望は実は10代の頃からなかったそうです。さらにお酒が好きな高橋由美子さんは最近では小さいおっさんと言われています。足が開いているとよく怒られていますと明かしていました。当時は最後のアイドルと称された高橋由美子さんですが、今では小さいおっさんと呼ばれているなんて少し悲しいですね。2018年3月15日に発売された週刊文春で高橋由美子さんの不倫が報じられました。記事によれば、3月初旬に都内のバーから仲良く出てくる姿をキャッチされました。そしてタクシーに乗り込んだ2人は歌舞伎町で降り、ホテルに姿を消したのです。不倫相手は40代の B 氏で、都内に2店舗の飲食店を経営している実業家だそうです。気になる名前や顔写真は一般男性のため公表はされていませんでした。二人は頻繁に会っているようで、飲んだ後にあいあい傘をしており、男性が高橋由美子さんの肩に手を回していたというのです。直撃インタビューに対して、はじめは穏やかな受け答えだった高橋由美子さんでしたが、男性が妻子持ちだと指摘されると態度が一転して、私もっといろいろやってっからとブチ切れたのです。あくまで飲み友達で、今後はどうなるかわからないと強調をしていましたね。男性の方はあまりの突然のことに硬直をしていたのに対して、堂々と受け答えをする高橋由美子さんには余裕すら感じますね。では不倫相手の B 氏とはどこで出会ったのでしょうか。週刊文春では2017年2月頃に飲み屋で知り合ったと言われています。B 氏が昔から高橋由美子の大ファンだったそうで、初めてメールを交換した時は妻に喜んで見せていたとか。しかし次第に2人は親密な関係になったといえます。ホテルから帰ったのは昼頃だったそうです。憧れがいつしか本気愛になってしまったということでしょうか。噂では高橋由美子は17歳の頃にコンサートスタッフだった既婚者男性に惹かれて交際するようになり、22歳までの約5年間不倫関係にあったと言われています。ですから
相手が既婚者であっても気にしないと言えますね。 B 氏の妻の証言では、2018年の元旦に突然 B 氏が由美子さんのことが好きすぎるんだと告白されたと言います。妻は冷静になってもらおうと思い、じゃあ告白してきてと言ったそうです。すると1月中旬に高橋由美子に告白を受け入れてもらったので、離婚の話を進めたいと突然の離婚宣言をされたのです。 B 氏が提示してきた離婚の書面には、暴力や育児放棄といった妻の離婚原因が書かれていたと明かしていました。さらに離婚を促すように、経営状況が悪いから早く離婚をしてほしいと言ってきたそうです。かなり衝撃的な内容ですね。この不倫騒動後、高橋由美子さんの仕事は激減をしてしまいます。その結果、所属していたニコイとの契約を4月30日で終了になりました。つまり事実上の解雇ということになりますよね。そして B 氏とも結婚をすることもなく、関係は自然消滅をしてしまったのです。一方の B 氏も家族と離婚し、経営する居酒屋は閉店に追い込まれて自己破産する事態に陥りました。事務所との契約を解除した後は実家に戻っていたといいます。高橋由美子さんのお母さんの証言では、当時は本当にやつれていて激痩せしていたそうです。双方ともに不幸をもたらした不倫となりました。その後、高橋さんは舞台を中心に活動を続け、21年4月に B 氏と別の一般男性 A 氏と結婚。同年6月には歌手デビュー30周年記念コンサートを開いた高橋さんでしたが、2023年1月末に所属事務所を退所していたことが女性自身によって報じられました。週刊誌記者はこう語ります。同氏の取材によれば、昨年10月あたりに本人から退所の申し出があったそうだが、理由についてはわからないとのこと。現在もグランパパが仕事依頼を取り継いでいる状況から考えて、フリーになったと見られています。そんな中、高橋さんがフリーになったことで思い起こされるのが、不倫騒動直後の幻のオファーですと語るのは、グラビア編集者です。騒動後、フリーになった高橋さんの元には、ヘアヌードの依頼が殺到していた。ある熟女グラビアに定評のある週刊誌のスタッフは、わざわざ高橋の両親に接触してヌード撮影を直談判したとか。高橋さんは2015年に週刊ポストで41歳、14年ぶりのグラビアに挑戦していますが、アイドル時代を彷彿とさせる純白の衣装に身を包んで豊満な胸を披露し、大反響を呼んでいる。グラビアでの復活を望む男性ファンは多いのではないでしょうか。またヘアヌードの依頼と同時に、高橋さんには AV メーカーからも引き手あまただと言います。元アイドルで性にも奔放なイメージがついている彼女だからこそ、熟女 AV 女優としてもう一花咲かすことができると業界では睨まれているようです。話題性は間違いなくあるでしょう。高橋由美子さんは過去に隠しカメラを設置された際に G 行為を抑えられてしまったという話が出回ったことがありました。実際には誤解が生んだガセネタなのですが、デビュー作はこの話をモチーフにしたものだという話もあります。ただ問題なのが、旦那さんのゴーサイン、粘り強く説得を試みているようですが、デビューに関しては何とも言えない状況が続いているようです。今年1月に50代の幕を開けた高橋さん、新たな挑戦が見られる日は来るのでしょうか。これからの復活劇に期待です。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。